はい、どうも、白熊先生です。今日話したいニュースは何かというとですね、毎年恒例のですね、好きな芸人ランキングの2021がですね、今回発表されたわけなんですね。そしてですね、まあ、ベスト15が発表されたわけなんですけども、なんと1位の芸人がですね、まさかの芸人だったんですね。はい。まあ、いわゆるですね、ダウンタウンさんだったりとか、明石家さんまさんだったりとか、有吉さんだったりとか、かまいたちさんだったりとか、千鳥さんだったりとか、もっと言うとですね、サンドウィッチマンさんのベスト、V4 ですね。この V4 もですね、阻んで、このね、1位になった芸人、これが一体誰なのかっていうことをですね、今回はですね、ちょっと話していきたいと思います。そしてですね、その上でですね、なぜこの芸人が1位になれたのかっていうこと、そしてですね、この芸人のお笑いはですね、現在のお笑いの時代にですね、逆行しているとも言われてるんですね、それは真実なのかっていうこと、この辺に関してね、ちょっといろいろと話をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、これ毎年恒例の好きな芸人2021ですね、今年も発表されたんですけども、サンドウィッチマンさんがですね、なんと V4 ならずっていう感じだったんですよね。まあ、ここ数年ですね、サンドウィッチマンさんの好感度って本当に半端ないじゃないですか。まあ、いわゆるゴールデンのですね、いわゆるその MC 番組もめちゃくちゃやってますし、まあ、いわゆるですね、その被災地ですね、その仙台の方に対するですね、行ってみたらボランティア活動だったりとか、ね、まあ、行ってみたらそういうのも未だにずっと続けてるんですよね。まあ、そういうのもあってですね、半端ないくらいのですね、好感度の高さなんですけども、そんなサンドウィッチマンさんをですね、破った芸人がいるんですね。そしてその芸人さんがですね、まさにサンドウィッチマンさんと真逆のですね、魅力を持った人だったっていうことなんですよね。じゃあですね、ちょっとベスト15からですね、一気にバーッと発表していきたいと思います。まず第15位がですね、囲碁将棋さんですね。はい。まあ、囲碁将棋さんといえばですね、いわゆるその吉本界隈、まあ、いわゆる若手芸人界隈ではですね、めちゃくちゃ尊敬されてる漫才師さんっていう感じですよね。まあ、テレビ単位で言うとですね、めちゃくちゃ全国区で売れてるってわけじゃないですけど、いわゆるその芸人さんから尊敬される、まあ、最強の漫才師芸人みたいな、まあ、そんな感じですね。で、続いて第14位がですね、オードリーさんですね。はい。オードリーさんって半端なく人気があるイメージありましたけど、意外と14位で落ち着いてしまったというね。で、続いて第13位はさらば青春の光さんですね。はい。これ森田さんのですね、まあ、いわゆるですね、こう性格の悪さっていうんですか、なんか、そういう部分がめちゃくちゃ面白いですよね。あと YouTube チャンネルの企画もね、めちゃくちゃ面白いです。で、続いてですね、第12位ですね。はい。第12位の芸人さんはですね、ペコパさんですね。はい。まあ、ペコパさんもね、おととしですか、M1 グランプリでドカンって売れた後に、その後消えることなくずっと第一線で活躍し続けてるっていう感じですよね。まあ、勢いが落ちてないのが本当にすごいと思います。続いて第11位、これ、見取り図さんですね。意外と見取り図さんが11位っていうね、なんか、見取り図さんといえば去年の M1 グランプリ最終決戦に残った後に、全国区でも死ぬほど売れてったっていう感じなんですけども、もっと僕は上に行くと思ったんですけど、意外と11位だったっていうね、感じですね。で、続いてですね、これね、ついにベスト10ですよ、皆さん。ベスト10ね。はい。入っていきたいと思うんですけども、第10位がですね、ナイツさんですね。はい。まあ、ナイツさんね、本当になんかこう、お年寄りっていうんですかね。そのおじいさん、おばさん、おじいさん、おばあさんからも好かれるコンビっていう感じですよね。まあ、浅草の方ではですね、本当に不動の人気を誇ってるっていう感じですよね。あと、地味にね、これあんまり知られてないと思うんですけど、ラジオ番組の帯番組みたいなやつめっちゃやってますよ、あの人ね。はい。で、続いて第9位、ダウンタウンさんですね。はい。ダウンタウンさんが9位ってなんかすごいなって思いましたね、なんか。まあ、僕的にはですね、やっぱダウンタウンさん本当大好きなんで、もうちょっと上行ってて欲しかったなっていう気はします。はい。で、続いて第8位、有吉弘行さんですね。はい。まあ、有吉さんもね、もう本当にこれ不動の人気ですよ、本当に。もう完全にですね、もうテレビ界の覇者って言ってもいいくらいにですね、まあ、いわゆるそのね、人気番組いっぱいやってらっしゃいますよね。で、続いて第7位ですね。これ、かまいたちさんですね、かまいたちさん。これね、やっぱりその、かまいたちさんもここ1、2年でめちゃくちゃ売れましたし、何よりかまいたちさんってさっき言った見取り図さんとかそのあたりに比べるとですね、冠番組めちゃくちゃやってるんですよね。レギュラー番組がね、確かもう10本以上あるのかな？ 12、3本あって、そのほとんどが MC なんですよね。これすごいことだと思います。で、続いて第6位ですね。これタモリさんですね。はい。ここに来てタモリさんが入るっていうね。ただこのね、アンケートって結構幅広い年代に聞いてるらしいんで、っていうことを考えると、やっぱりそのね、まあ、タモリさんがここに入るっていうのは、まあ、まさにそういった部分から来てるのかなと思いますね。で、続いて第5位ですね。これ、さんまさん、明石家さんまさんですね。まあ、明石家さんまさんもですね、まあ、なんやかんやでこう、幅広いね、年代に好かれてる方っていう感じがしますんで、
まあ、未だ第一線でやってる方ですね。はい。で、続いて第4位ですね。これ、千鳥さんなんですね。千鳥さん。はい。千鳥さんが4位かって思ってね。いや、僕はなんだったら千鳥さんが1位とかになってもおかしくないんじゃないかってくらい今年活躍されてたイメージもあるんですけど、案外4位だったっていうね。まあ、千鳥さんって本当にね、2人だけでね、番組を成立させれるくらいめちゃくちゃ面白いですからね、なんか。結構深夜番組だとかでですね、2人だけでやってるね、30分やるような企画とかも結構やってたりするんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白いですからね、なんか。なんかこう地形が違うって感じしますね。で、続いて第3位ですね。これ和牛さんですね。和牛さん。まあ、和牛さんの人気やっぱすごいですね。はい。M1 グランプリでですね、結果残した後からのですね、まあ、人気の上がりっぷり半端ないですよね。特にですね、ツッコミの川西さんの女性人気もほんとすごいですし、まあ、あとね、情熱大陸でなんか今年だったら密着されててですね、あれがすごかったなって思います。なかなかね、この年代の若手でですね、情熱大陸が密着するってないですよって話なんですよ。で、実際それもめちゃくちゃ視聴率良くてですね、なんか個別でなんか DVD がブルーレイ化するみたいなんですよね。もう発売されたかわかりませんけども。はい。で、続いて第2位ですね。で、第2位がまさにその V4 が阻まれてしまったサンドイッチマンさんなんですね。はい。サンドイッチマンさん V4 ならずという感じですね。はい。まあ、とはいえですね、未だに好感度は本当高いんで、これから先もずっと上位に位置づけるんじゃないかと思います。はい。というわけでですね、皆さん、ね、第1位です。ついに第1位発表します。はい。これ誰かっていうとですね、皆さん言いますよ。ニューヨークさんなんですね。はい。ニューヨークが1位かって僕ね、ちょっとびっくりしました。はい。で、何かっていうと、いや、僕はニューヨークさん大好きですし、ニューヨークさんのネタとかもめちゃ見ますし、ニューヨークさんの YouTube チャンネルも好きで全然見てるんですけど、でも、ニューヨークさんが1位になる時代がついに来たのかって思って、ちょっとびっくりしちゃいましたね。まあ、確かにニューヨークさんってここ1、2年でめちゃくちゃ売れていてですね、現在ニューヨークさんって、そのレギュラー番組がですね、十何本くらいあるんですよね。で、しかも何がそういうかっていうと、ほとんどが MC なんですよ。ね。まあ、だから言ってみたら、そう、千鳥さんとかかまいたちさんに次ぐくらいの感じになってると僕は思ってたんですよね、なんか。だから例えば見取り図さんとか、あとマジカルラブリーさんだったりとか、そのあたりもめちゃくちゃ売れましたけど、言ってもこう、見取り図さんとかマジカルラブリーさんってこう、冠番組がいっぱいあるわけじゃないんですよね。MC 番組があるわけじゃ。で、そういう中で言うと、完全にですね、こう、千鳥さん、かまいたちさんに並ぶくらいレギュラー番組があって、かつですね、そのほとんどが MC っていう点で考えると、ニューヨークさん、このね、もうこの2人にですね、追いつくくらいで頑張ってるって感じだったんですけども、いや、まさか1位になるとはなって思って、ちょっとびっくりしましたね。でですね、やっぱりニューヨークさんって結局ですね、これ何が特徴かっていうと、要は皮肉や偏見に満ちたですね、毒気のあるね、ワードと言いますかね、ボケと言いますか、そういうのが魅力なんですよね、いじりとかツッコミが。まあ、だから実際問題、去年の M1 グランプリで決勝に行った時もですね、まさに毒気のあるネタをやっていたわけですよ。ね。で、それで考えると、昨今のお笑いっていうのはですね、あんまり人を傷つけちゃいけない、傷つける笑いはダメだみたいに言われてますけども、そんな中でですね、まさにそのね、今の世の中の笑いと逆行しているニューヨークさんがですね、このね、1位になるっていうね、ことっていうのは、これはなかなかすごいことなんじゃないかなって思いますね、なんか。まさか、だって今言ったメンバー全部ね、全部抜いてニューヨークさんが1位なわけですからね。はい。いや、だからね、これはなんだろう、時代が変わっていくのかな、なんて本当に思いましたね。はい。まあ、何せよですね、ニューヨークさんおめでとうございますということでね。はい。なぜサンドイッチマンさんより好かれてる芸人ってことになっちゃったわけですからね。はい。まあ、今後どういう感じでね、ポッキーていくのかちょっと注目してみていきたいと思います。はい。というわけでですね、今日はこれで終わります。この時点ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。